こんにちは綿抜千尋です今日は私が通う高校の文化祭最終日です同級生の湯上くんが初日に失敗した落語をやり直すというので見に来てみたんですが何これすごい人がいるみんなやることないのかなそれでこんなに集まってきちゃったの竹次郎はどうなるのかな気になるね。 あれ、あそこにいるのは門田君きょ今日はオチまでちゃんと聞けるといいねア <laughs> へえ門田君女の子と一緒なんだ邪魔しちゃ悪いかな少し離れてよっとあっ湯上君の落語始まるみたい 皆さん今日はお集まりいただきありがとうございます文化祭最終日ですが楽しんでいらっしゃいますか自分は野球部の出し物でずっと焼きそばを焼いておりましたカップを開けてお湯を入れて3分ってそういうのじゃありませんけどね焼きそばといえば江戸時代にもそばがありまして夜になりますと荷を担いで風鈴を鳴らしながら そばを売り歩いたんだそうでして。そばう,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 うお、そば屋さんえい、いらっしゃいませ何ができるんだい花巻にしっぽくあれじゃあ、しっぽくないこれ、暑くしてたのぜ。初日と違う落語じゃない寒いな。っていうか、これが、時そばだよね。どうだい、景気は。不景気で困ります。そうかい。でもな、そば屋さん。 そのうち良くなる時も来る。それまで飽きずに、商売を続けなきゃいけないよ。商売には飽きちゃいけない。飽きないってえぐらいなもんだからな。なるほど。うまいことをおっしゃいますな。おめんとこの看板、変わってんな。的に矢が当たってるじゃねえか。当たり屋と申しますんで。なるほど、当たり屋か。そりゃ演技がいいな。おめえの看板見たら必ず一平は食うぜ。ありがとうございます。 お待ちうさまでよっもうできたかはえじゃねえかうれしいねえは江戸っ子だ気がみじけんだあつらえたもんがなかなか出てこねえんじゃうまいもんでもまずくなっちまうおっおめんとこの橋は割り箸だね気に入ったらきれいでいいや割ってある橋なんてのは誰が使ったかわかりゃしなくて心持ちが悪くていけねえよ橋もいいけどこのどんぶりもいいねえこのあたりのそば屋でこんないいどんぶり使ってるところはないよ 物は器で食わせるって言うからね物が少々まずくたってこう器が良ければうまく食えるってもんだどれどれいいつゆけんだなかつ節をおごったねだしが効いてるよだしがなまたおめんとこのそばは細くていいねいや近頃ねうどんじゃねえかっていうぐらい太いそば出す店があるからねそばってのは細くなきゃいけねえよ やっぱりいい蕎麦だな腰があってしっかりしてやがれ蕎麦ってのはこうじゃねえとなこのちくわもずいぶん厚く切ったね他んところは紙みたいに薄く切り上がってそれも本物のちくわじゃねえちくわぶなんて風使ってたりするんだ風なんざ病人の食うもんだよなしかしおめんところ。ふっふ蕎麦うまくて ゆうくん、よっぽど練習したんだろうなもう一平と言いてえところなんだがさっきわけてまずい蕎麦食っちゃってなおめえのは口直しなんだだから一平で勘弁してくんねえかいくらだいありがとうございます十六問いただきます銭が細けえのしかねえんだ間違えるといけねえから勘定するよ手出してくんねえ、いいかい一つ二つ三つ四つ五つ六つ七つ八つ 今何時だい？あ、九つです。と、十一、十二、十三、十四、十五、十六。勘定払ってぷいっと行っちまうんですが、これを脇でじーっと見ていた男がおりまして。なんだろうな、あの野郎。よくしょ、暴りやがんな。え？黙って蕎麦は食えねえもんかね。なんて言ってた。アタリ屋だから縁起がいい。 割り箸がいい器がいいつゆがいいそばが細いからいいだってずいぶんとそば屋持ち上げやがったなあんまり褒めるもんだからこのえろ食い抜けてもする気かと思ったら感情を払ってかわりやがったでもって銭が細けえから間違えるといけねえ手出せっつっていちいち感情までしやがんの1つ2つ3つ4つ5つ6つ7つ8つ今何度きだい9つです当十一、1 1 1 2 1 3 1 4あれ あいつ変なとこで時を聞いたな。一つ、二つ、三つ、四つ、五つ、六つ、七つ、四つ。今何時きだい、九つです。と、あああの野郎、一問かすりやがったなうまいねこりゃ面白いじゃねえかよし、俺もやってみようですがその晩は細かいのがない。アグル板小銭を揃え売って言と、早いうちから飛び出して、蕎麦屋を待っておりますと、 そばーうーお、来た来たお、そば屋さんいらっしゃいまし。何ができるんだい花巻にしっぽくしっぽく熱くしてくれ寒いなへい、今晩はあったかで。あ、ああそうだって今夜はあったけんだなゆうべは寒かったなゆうべは寒いございました。元気はどうだいありがとうございます。 お得意様が大勢いらっしゃいますんでおかげさまで上々でああそうかいそれはまあ何よりだなでもなそ父さん景気が良くても悪くても商売ってのは飽きずに続けるのが大事なんだぜえい飽きないって言いますからねなんで知ってんのかいまあいいやおめんとこの看板的に矢が当たってねえな丸が書いてある丸矢と申します あ丸やあ丸屋かあっ丸屋いいね縁起がいいよ丸く収まる丸くまとまるなんて言うもんなおめえの看板見たら必ず一平は食うよありがとうございますねそばまだできねえのかどうもすいません今ちょうど湯が冷めてるもんですから火を起こしてまして冗談じゃねえよ俺は江戸っ子で気が短けんだよあつらえたもんがなかなか出てこねえんじゃ あ,あい,いやまあいいやゆっくりやってくれ俺は気の長え方だからね <laughs> にしても随分長えなどうもお待ち遠さまであ割り箸だね気に入ったきれいでいいや割ってある箸なんてのはおいこれ割ってあるんじゃねえかまあいいやその方が割る手間がなくていいやこれ先っぽ濡れてんな誰か使ったんじゃねえのかそんなことありませんって まどっちでもいいやこうして吹きゃいいんだ箸より肝心なのは丼だよな物は器で食わせるっつって物が少女をまずくたって器がよぎりゃぶん汚ねえなおい大丈夫かこの丼ひびだらけで縁んとこかけてんじゃねえかギザギザで丼って言うよりノコギリみてえだなこのまんま食ったら唇切っちまうよまあいいや気をつけて食りゃいいんだからなそれよりつゆだよつゆ かぶ、ね、いいしを <laughs> おい、少し湯たしてくれしょっぱくて逃げなこれおめんとこのそば、細くていいね。近頃うどんじゃねえかっていうぐらい太いのがほいこれうどんじゃねえのかおそばです。そういまあ太い方がいいんだ。食いでがって。 ただこのちくわもずいぶんあく熱つくおいちくわはってねえのが入ってますおっあったずいぶん薄く切ったねおい向こうが透けて見えるじゃねえかよくこう薄く切れたなカンなで削ったんじゃねえのかいいんだよな何しろこいつはフランカじゃねえ本物の本物の本物ののふり いいんだちょうどふが食いてえと思ってたとこなんだ病人だからな俺。本当によおめえのそばはもういいやもういっぺえと言いてえところなんだがこれいっぺえで勘弁してくれ。 本当に。いくらだいありがとうございます。16問で。そうかい。ゼリーが細切のしかねえんだ。間違えるといけねえから勘定するぞ。手出してくれ。いいかいいいな一つ、二つ、三つ、四つ、五つ六つ、七つ、八つ,つ。今何なんだいよつです。五つ六つ、七つ、八つ。つこうして。 ゆがみくんの落語は無事に終わりました。集まってきたお客さんたちはゆがみくんの見事な喋りに感心して大きな拍手を送っていました。ただ笑いが全然起きなかったのはゆがみくん的にどうなんだろう